はい、こんにちは、116インズです。さあ、今回は毎年恒例マリナーズのプロスペクトたちをポジるだけの企画です。 昨年は多数のトッププロスペクトを要し MLB ナ、no. ンバーワンのマイナーシステムと評価されたマニナズですがただフリオやカービィなどが MLB に昇格しさらにルイス・カスティオヨのトレードでノエルビ・マーテなども放出してしまいましたのでシステムは弱体化、まあ、順調にメジャーのチームが強くなっていますのでマイナーシステムが一時的に弱体化すること自体は全然問題ではないのですが、まあ、昨年までと比べたらポジる要素は多くないようにも思われるかもしれません とはいえマリナーズには依然として楽しみな若手選手たちも多く在籍していますので、今回はマリナーズが誇るトッププロスペクトと、プラスで今季 MLB 昇格もあり得る楽しみな選手たち、推したちをご紹介しまして、皆さんにも推してもらおうと企んでいるところです。それでは見ていきましょう。 はい、まずは9回全体のプロスペクトランキングにも入っている選手たちから、1人目はマリナーズ参加ナンバーワンの評価を受け、9回全体でも64位の評価を受けているキャッチャー、ハリー・フォード。フォードは2021年ドラフト1巡目指名を受けた選手で、彼はポジションはキャッチャーなんですが、運動能力も非常に高く、将来セカンドやセンターも守れるのではないかとも言われていますね。また、この間20歳の誕生日を迎えたばかりですが、打席でのアプローチも年齢の割に優秀で、今後チームの主力クラスに成長できるのではないかと期待されています。 そんなフォード、昨年がプロでのフルシーズン1年目だったんですが、シングル A でキャッチャーと DH をだいたい半分ずつぐらい担いな,ながら、104試合で打率2割7分4厘、OPS8 割6分3輪ホームランが11本。 前打席に占める四死球の割合が21%ととにかく出塁することには長けておりプロ1年目はおおむね順調なプレーぶりだったといえるでしょうまたフォードは WBC イギリス代表の中心選手としてチームの WBC 本戦出場に貢献したほか本戦でも2本のホームランを放つなど中軸として活躍この年齢でナショナルチームをけん引できるだけのメンタリティーも素晴らしく数年後はぜひマリナーズも引っ張ってもらいたい存在ですね 二人目は参加2位で9回全体99位のショートコール・ヤング。昨年ドラフト1巡目指名を受けたばかりの高卒の選手で、高校生上位クラスのヒットツールの持ち主と評価されていました。パワーはまだそこまで期待できる感じではないものの、マリナーズフロントはヤングが将来3割打てるバッターとして期待しているようで、具体的な将来像としてはダニエル・マーフィーみたいな選手も考えているみたいですね。 で、ヤングは昨年契約後にすぐにマイナーでプレーを始め、アリゾナコンプレックスリーグで少しプレーした後にシーズン最終盤にシングル A に合流。シングル A では10試合しか出場しませんでしたが、39打数15アンダー、パワーがそこまでないとの評価でしたが、ホームランも2本放っています。 ひとまずは上場のプロデビューを飾ったと言える内容で、今季プロで初めてのフルシーズンが楽しみとなりましたし、今マリナーズはマイナーの上のレベルに野手のプロスペクトがあまりいないだけに、このヤングには早く成長してもらって3、4年後のメジャー昇格を目指してもらいたいところですね。 3人目は参加3位で球界全体100位のピッチャー、ブライス・ミラー。ミラーは2021年ドラフト40名指名を受けた選手で、テキサス A&M 大学時代は主にリリーフピッチャーだったんですが、昨年初めてのプロでのフルシーズンで意外な先発適性を見せ、マリナーズ参加の中でも昨年最も飛躍した選手の一人でしょうか。ダイナミックなフォームから繰り出す90マイル、後半時に100マイルにも届く速球が大きな魅力で、ここにカーブ、スライダー、チェンジアップを織り交ぜるんですが、昨年は最終的にダブエーまで駆け上がり、1年間合計十七試合で防御率点一六。 133回3分の2で163個の脱三振と支配的な投球もでき、大学時代は結構フォアボールも出していたりしたんですが、プロでは思いのほかストライクも投げることができたりと、投手としての前進も感じられる一年となりました。早期のメジャー昇格が期待できそうな不安で、マリナーズのローテーションは現状埋まっていることから開幕はマイナーで迎えるでしょうが、スプリングトレーニングでの投球も悪くないですし、投手陣の状況によっては今季中の昇格もありそうですね。 ここからは球回全体のプロスペクトランキングには入っていないものの、今季メジャー昇格の可能性もありそうな若手選手たちをご紹介します。一人目は参加5位のエマーソン・ハンコック。 ハンコックは2020年ドラフト全体6位指名を受けた当時から評価は少し落としてしまいましたが、速球、カーブ、スライダー、チェンジアップすべてソリッドな4球種を操って、ハードヒットを避けるのがうまく、またコントロールも悪くないことから先発としてそれなりにやれるのではないかと言われている選手ですね。ハンコックは昨年1年間ダブル A でプレイし、21試合で防御率3.75、2020年、2021年と怪我に悩まされてきましたが、昨年はおおむね健康に1年間過ごすことができ、プロスペクトのオールスターゲームであるフューチャーズゲームにも選出されました。急速は昔と比べて 少し落ちてしまったものの変化球が改善傾向にありまあ、ドラフト当時のようなエース候補ではもはやないかもしれませんが先発としては十分にやっていけそうミラーと同様に今季先発として MLB 昇格する可能性はあるかもしれませんね続いては参加6位のテイラー・ダラードダラードもここまで出てきたミラー、ハンコックと同様に先発投手で決してすごいボールを投げるわけではないんですがマリナーズ参加の中でもトップクラスのコマンドを持ちまたイニングもしっかり食えるワークホースである点が魅力の選手ですね。 そんなダラードは昨年、ウェイトトレーニングの買いあって少し休速がアップし、そのおかげで WA でブレイクイヤーとなりました。 WA27 試合で16勝2敗、防御率2.25とチームのエース格として活躍しましたし、また全打席に占める予し球の割合がわずかに5.4%と無駄なランナーを出さない点もまた優秀。先発投手としての完成度が現時点で高く、まあ球速があまりありませんのでメジャーでは本当にコマンドがとにかく重要とはなってきそうですが、ソリッドな活躍は見込めそうなので、ローテーションに何かあった際にはメジャーに最初に呼ばれるのはダラードかもしれません。 続いては参加7位のブライアン・ウー。ウーは2021年ドラフト60名指名を受けた選手で、この時トミー・ジョン手術からのリハビリ中だったんですが、実戦復帰を果たした昨年評価を大きく伸ばした選手です。 ウーの魅力は少し低めのリリースポイントから繰り出す伸びのある90マイル後半の速球で空振りをしっかり奪える点でして、実にマリナーズが好きなタイプの選手のようにも思いますが、この速球を軸にスライダー、チェンジアップを組み立てる右投手、トミージョンシューズ明けということでまだ請球が完全には定まっておらず、マイナーでの昨年の防御率も16試合で防御率4.11と目立つものではないですが、57回で84奪三振の奪三振マシンぶりはやはり光りましたよね。シーズン後のアリゾナフォールリーグでも評価を上げ、リポトさん曰くこのオフウーへのトレードに関する問い合わせは 多球団からからなりあったとかまだダブル A 以上経験していませんので先ほど出てきたピッチャーたちと比べますと今季中のメジャー昇格の可能性は少し低めかもしれませんがあの伸びのある速球は惚れ惚れしますので早く見たい選手であります続いては参加11位のプリランダーベロア個人的な話で申し訳ないんですがベロアはマジで押せます。 昨年途中、ユーティリティプレイヤーであるドノバン・ウォルトンとのトレードでジャイアンツから獲得してきた先発投手で、請球には不安があるんですが、最速102マイルの速球と、ディポトさんから打つのは不可能とも表現される消えるスライダーが武器の選手。 マリナーズはかなり以前からベロアに興味があったそうで、ようやく彼の獲得が実現した格好となるんですけれども、移籍後はスライダーの割合を増やすことで彼の力をさらに引き出すことに成功し、26試合で防御率2.86、最終的には WA まで到達し、シーズン後にはルール5ドラフト対策で MLB の40人枠入りも果たしましたよね。 昨年100回3分の2で150奪三振記録した反面、吉久も63個出していますので、先発として上のレベルでも通用するかはまだやはり微妙な感じではあるものの、ブルペンであればあのスライダーを駆使すれば現時点で MLB でも通用する可能性は高そう。スプリングトレーニングでも彼のスライダーに対して実績のあるメジャーリーガーたちが嘘のような空振りを見せていたりもしましたので、それこそ昨年のマットブラッシュのような感じでシーズン途中からブルペンで暴れる姿が見られるかもしれません。 そして最後は参加16位の外野手ケイド・マーロー。マーローは今のマリナーズ野手のプロスペクトで数少ない今季メジャーでの貢献が見込めそうな選手で、ドラフトは2019年の20巡目指名とかなり遅めなんですが、パワーと高い運動能力を武器にここ数年で一気に評価を上げてきた選手ですね。 三振が多く、アベレージは正直メジャーでは期待できなさそうなんですが、ホームランや守備走塁での貢献が期待できそうと。で、昨年のマーローはダブ A で開幕を迎えて序盤はちょっと調子が悪かったんですが、途中から調子を上げてシーズン終盤にはトリプレイに昇格、シーズントータルでは2年連続で20本100打点を達成するシーズンとなり、また合わせて42盗塁も記録するなど、彼の魅力の一つでもある足でもインパクトを残しました。 マリナーズがプレイオフ進んでからはタクシースクワットでチームに帯同し、いつでも昇格できる準備もしていました。スプリングトレーニングでは開幕ロースタイルを一応争い、16打数4アンダーホームラン2本とアピールもしていたんですけれども、脇腹を痛めてしまっている離脱、残念ながらマイナー落ちとなってしまいましたが、マリナーズの外野陣はケルニックの状態次第ではシーズン入ってから再びチャンスが巡ってくる可能性もありそうですので、早く怪我を治してもらってチャンスを待つべくトリプレイで活躍してもらいたいところです。 という感じで去年みたいにいわゆるトッププロスペクトは減ってしまったかもしれませんが、それでも楽しみな選手が多いマリナーズ。特にミラーを筆頭に投手が次々育っているのは好材料で、組織の強みともなっていますよね。野手も若い才能は多く、数年後には魅力的なグループとなっていそうですし、本当にまだまだ将来が楽しみなチームです。まああとはみんな順調に成長してくれよと願うばかりですが、今季も若手たちにとって前進の一年となってほしいものです。 ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビンに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。